こんばんは。どうも。うなぎを結局食べなかった土用の丑の日でございます。何を食べたかって、しょうがないですね。あ、違う、今日土用の丑の日の代わりに何を食べたかと言いますと、ガーヌレでございます。カーヌレでございます。カーヌレを食べてましたね。どんだけ好きなんてね。今日の夜ご飯はカーヌレです。ちょっとお昼ご飯にいっぱい食べすぎちゃって、もう米を食べれる気になれなくて、うなぎちょっと断念しました。悲しい、ごめんなさい。急に大きな声出して、こんばんは。そうなんです、私の今日の夜ご飯はカーヌレでした。ハマってるのね。余ってます。まあうなぎも好きなんですけど、ちょっと今日はうなぎはダメだった。お腹いっぱい、お腹いっぱいで食べなかった。夜ご飯カヌレかい。そうカヌレって感じですね。いやー暑い。それにしてもこんなに暑いことはあるんですね。なんかね、今日ファンの方からいただいたプレゼントを開封してたんですよ、一人で。そしたら風鈴をもらってて、紙のこれのね、音がめっちゃ夏なんですよ。聞いてください、すごくない？超夏の音がする。めっちゃ夏、いい音。これでね、ひたすらの夏を感じてました。暑かったので。おきちゃん大好きって書いてある。皆さんからのプレゼント開封しましたよ。ありがとうございました。お手紙も読ませていただきました。まだね、紙袋で持って帰ったんですけど、紙袋が2つ分ぐらいはまだ事務所にあるので、まあちょっと明日とか持って帰れたらなと思います。いろいろもらったんですよ。すごいね。なんかあんま私プレゼント紹介とかしないんですけど、帽子とかもらっちゃいました。かわいい。夏、鍵編みの帽子初めて、しかも色違いでもらったんですよ。青、これ着こなせる、かぶりこなせるかな私。うわ深い。ちょっとこれはちょっと上級者すぎる。あとは手紙とか、ちょっとめっちゃ汗かいてきた、暑くて。あとはなんかまあいろいろもらったんですけど、なんかちょっと面白かったのが、なんかちっちゃなランジェリーボックスをもらったんですよ、女性の方から。でなんか手紙を見たら、この夏は遠征が多くなると思うので、この靴下とか下着とかをこの中に入れて、で帰ったらすぐに洗濯機に入れれるやつですみたいな書いてあって、説明が書いてあって、おきちゃんパンツ履いてないって言うけど、きちんとパンツ持ってってこの中に入れてくださいって、女の人からもらった。私すごいね、その手紙を読んでね、すごい申し訳なくなって、私は女の人に何を書かせてるんだろうって思って、ちょっとあの遠征に使いたいと思います。ありがとうございます。すごいね、あのとても申し訳なくなりました。おきちゃんって書いてありました。そう、ちょっ
ちょっと女性にね心配されたら申し訳なくなるよね。そうなんですよ、可愛かったです、ありがとうございます。何もらったかな、なんかすごいいろいろいただいたんですけど、服とかもそうだし、なんかサウナグッズとかもらいました。サウナ用のズボンとサウナ用のサンダルと、なんかサウナ用のバスタオルみたいな、バスローブみたいなやつもらって、これ私にサウナに行けということかなと思って、サウナも行きたいと思います。あんまり行かないんだけど、サウナたまに行きます。そう、サウナセットとかオロポのジョッキも持って、そう、オロポのジョッキも結構昔にファンの方からいただいた、なんなん、サウナーに仕上げたいのかな、サウナーっていうのか分かんないけど、すごい私のファンの人にサウナガチ勢が多分いらっしゃる。そんな感じかな。うん、だまあお手紙とかいただきました、ありがとうございます。とてもとても嬉しいでございます。今日もオフだったんですよ。でも本当に多分一生分ぐらい寝たんですよね。なのでもうこの2日間ですごい力をため込めた気がするので、また頑張りたいと思います。きちゃん体調万全、きちゃん体調ねすこぶるいんですよね。ソラハがコロナになっちゃったからちょっと心配なんだけど、私はとてもすこぶるいいですね。昨日もう舞ちゃんと夜中電話しながら、舞ちゃんが深夜にクッキー作ってるのをずっと聞いてました。音をガチャガチャガチャって、めっちゃ寝ました。明日からまたオンラインお話し会もありますのでよろしくお願いします。あり余ってる、あり余ってますね力。でも昼ずっと寝てました。めっちゃ寝てた。そうなんですよ、あっち、明日はお昼の12時10分からオンライン話し会です。初見です、誕生日一緒です。おお、1201、ありがとう。この間おきチャンネル見たよ、ありがとうございます。 YouTube回そうかなって思うんですよね。明日どうしよう、オンライン話し会にカメラ持ってこうか迷ってる。本当は直接お話し会は絶対持ってこうかなって思ってるんですよ、浴衣だし。でも明日どうだろう、変哲ないかな、何も迷ってる。ぜひ撮ってほしい。あ、本当？撮るかもかもかも、確かに持ってくだけ持ってこう。すごいね、なんか私の YouTube にねすごいスタッフさんたちがね協力してくださるんですよ。なんか DMM の方とかすごい、いつでも撮るよっていうね、そんなプロに撮ってもらってもらう、お金払わないといけないから大丈夫ですって言ったりするんだけど、ありがたいですよね、うん、完売しちゃったからしばらくお会いできないんで寂しいですね、あげたいと思います。服かわいい、ありがとう。これハニシナです。私あんまりハニシナ着ないんですけど、たまにはかわいくこんばんは。目指せ100万回再生ね、ね来たらいいね。
まあ結構ゆるくやってるんですけど、ゆるく見てもらったら、ハニーシナ、ハニーシナモンっていうとこだよ。名前が可愛いんだ。服も可愛いけど私はあんまり着ないんですよ、可愛すぎて。でもちょっとたまには可愛くなろうかなって思っちゃってね。でへへなんてね。モキモキって何髪の毛伸びた。髪の毛結構伸びました。すごい跳ねてるけど、もう鎖骨上ぐらい。今が一番跳ねやすいんですよ。もう肩に当たるだけで髪の毛が跳ねる。やだやだ。こんばんは。ロング派だから嬉しい。お、ロング派の皆さん、今年の夏はポニーテールが見れますぜ。公演の情報が、8月の公演の情報が発表されたんですけど、皆さん見ました？公式のお知らせ発表されてました。8月9日にマイカ昼夜生誕祭、ホノタンさんとソラハの生誕祭と、8月14日に東京2公演で、19日に広島2公演ケバンと。そう、東京であるんですよ。まだメンバー出てないからちょっと出るか分かんないけど、しかもね、東京の会場がスペースゼロが、私前に舞台で出たとこなんですよ。めっちゃ懐かしい。結構ね、広かった覚えがあるんですよ、そこの会場。広かった覚えがあるんですよ。結構ホールっていう感じ。出れたらいいな。こんばんは。段差があるから見やすい。確かに。そうなんですよ。サマステか、前日が。サマステ。サマステからの公演か。出れたらいいな。ちょっとまだメンバーが出てないから何とも言えませんけど。まず初日をね、初日がちょっと無事に開催できるか問題。開催できますように。なんかスタッフさん曰くお昼はうどんだよって聞いたんですよ初日の香川なんですけど、もう確定してる、ケータリングが。うどん食べたい。この間教えてくれた、お昼はうどんじゃでって言われて、やっぱりかって思ったけど、まあね、やっぱ香川なんでね、香川は大体もううどんなんですよ。一回うどん出なくて、いやもういいじゃんと思うじゃないですか。毎回毎回香川でうどんケータリングでもういいじゃんと思うじゃないですか。でもね、前に1年前ぐらいにツアーで香川に行った時にうどんが出なくて、メンバーからすごいあの反感を買ったんですよ。スタッフ陣がなんでうどんがないんですかって。だから私はね、ちょっともういいじゃんって思ってたんだけど、こうメンバーからのうどん圧がすごくて、やっぱうどんって人気なんやなって思って、うどんがね、あのもうね、まだ月末なのにね、すでに言われたもん、お昼はうどんだよってそう。でもね、なんでその時メンバーがすごい反感を持ったかって言ったら、なんか2期も2期生のツアーと1期ドラさんのツアーがあって、2期生のツアーにうどんが出て、1期生のたちのツアーにうどんが出なかったから、なんでうどんがないんですかってなってで、しかもその時本当にね、うどんがなかったんですよ。食べれなくて、何食べたっけな、でもなんか別の美味しいやつを食べたんですけど、やっぱ香川ってうどん、そう、うどん一揆うどんの一揆が起きたんですよ。
何食べたっけな、ちょっと忘れちゃった、忘れたけどなんか食べた気がする。そう、一気が起きたんですよ。なので今回は無事にうどんが食べれそうです。地鶏はねあんま食べれないかな、骨付き鶏あんまり出てくることないかも。食べたことあります？あのね、香川の地鶏っていう骨付き鶏はマジで脂がすごくて、あのパックに入ってるんですけど、パックに袋に入れてパックに入った鶏から出た脂がパックを浸透して袋を浸透して机をびしゃびしゃにするんですよ。そんぐらいねすごいんですよ。私はびっくりしました。一回食べたことあるんですけど、ホテルにね持って帰って食べようと思って机に置いてたら机がベタベタになって、すごい濃厚です、とても。だからね、割と店で食べるのおすすめかも、持ち帰るより。うん、楽しみですね、初日公演も。おにぎりは油に浸して食べる、そうなんだ、そんな食べ方あるんだ、初めて知りました。それはだから結構油があるのか、なるほどね、かわいい、ありがとう。おきちゃんのユニット楽しみ、初日、マジで何も言えないけど本当に衣装が可愛いので楽しみにしていてください。花だれの公演の衣装可愛いので楽しみにしていてください。何も言えないけど、花だれは歌いますか？わかんないです。花だれはわかんないです、歌うか。なー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 、歌わないパターンもあるかもしれません。にゃー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 、まだ内緒、そうそうそう、頑張ります。まさかの表題曲なし、それはやばすぎ。ワルキーやるとしたらおききポッキーどうするの？ワルポでしょ。ワルポーでしょ。花だれすごい見られてますよね。今日も TikTok 見てたら広告に出てきてすごいと思いました。TikTok のその広告のコメント見てたら STU の歌声綺麗って書いてあって、へーへーってなってました。しかもなんかちょっとファンじゃない人からのコメント、嬉しいって、へー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 と、はっはっは、まあねーって、嬉しいですね。個人的にはね、あの落ちサビ D メロ落ちサビかの、どうして何のため線を引くのだろうっていうところがね歌わりなんですけど、マジでミチさんの声がすごくてめっちゃ歌うまいです。聞いてみて。私はねすごい同じ歌いなのになんでこうも歌がうまいんだろうって思いながら聞いてるんです。めっちゃミチさんって感じの声。
こんばんは。おきちゃんいい声、ありがとう、ありがとう。ウレピー、スキピー、大好きピー。やばい、アンピーへの指針が、ピーが出ちゃう。ピーが、ちいかはまた元気かな。きちゃんの歌声好き。うん、嬉しい、ありがとう。嬉しい、ウレピスキピ大好きピが、やばい、私の持ちネタみたいになっちゃう。すごい使いやすいこの言葉。うん、私ね、アンピーのね、もう本当につくづく川本アンナちゃんが好きなんですけど、アンピーのもうブログをね深夜に読んでしまって、めっちゃ感動したんですよ。もうあれ、この話前もしたっけ。本当になんかアンピーがね5周年コンサートのなんかブログを書いてたんですけど、そのブログが本当に感動して、もういつもあんなね、なんかあう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 ちいかわみたいにね、なんかちいかわみたいな女の子がこんな熱いことを考えてたのかって思うぐらい、もう本当にね、もう泣きそうなぐらい感動して、めっちゃいいこと書いてたんですよ。ぜひぜひ皆さん読んでみてください。もう本当に感動したんですよちょっと前に読んだから、どこに感動したかって言われたらちょっとあれなんだけど、なんかすごい、あの16人のポジションがなんたらかんたらって書いてるところにすごい感動して、なんかアンピーって花だれがポジション多分14とか3とかなんかそこら辺だと思うんですけど、なんか私はそのポジションが大好きだから、今後私のポジションする人も大好きだって思ってほしいみたいなことを書いててね、もう私すごいね、もう本当にね、そこがね泣きそうになったんですよ。私なんかね、なんかこうポジションとかで今までさ、こう16番とかさ15番って自分がなった時さ、すごいさ、あー序列低いなって落ち込んじゃう時もあったけどさ、でもさ、その16番ってさ、そもそもすごいじゃないですか、そこに入れてることがっていう考えにねなるまでにめっちゃ時間かかったんですよ私は。でこのポジションはもうめっちゃ勝ち取ったポジションだから大事にしようって思うまでに、もうそれをさ、もうアンピーがさ、もうすぐにそれをなんか思ってることがもうすごい、あの感動して泣きそうになって、アンピーってすごいね、いいこと書いてたんですよ。ちょっと私の語彙力では伝えれないんですけど、ちょっと見てみてください読んでください。私超大好き川俣アンピー。そうなんですよ、うん、好きピーって思いましたっていう突然のアンピーへの愛を語る私。ここあのツイッターとかに切り抜かないでくださいね。エゴサでアンピー見たりするからやめてくださいねそうなんですよ、大事にしようって思いました。もうどのポジションも大事だし、他の楽曲をやるときもちゃんと大事にし踊りたいなと思います。どこのポジションでも、3列目とかでも。思いましたね11時26分早いね。それが一番大事ね、本当にね。最近毎回安否の話聞いてる気がする。確かに、いや私本当に安否がさ STU のあのファンだったってなんか言うのがもう本当にねびっくりやもん
みたいな、このルックスで客席おったんって感じ。だってコッコさんにオーディション受けなって言われなかったら受けてなかったんでしょ。びっくりだもん。でもマジでたまにすごいいるよね。たまにっていうか48とかのファンの女の子って全員可愛いですよね。うん、おきちゃんも客席いたでしょ。おきちゃん客席いましたね。でも本当にあんま現場に行かなかったんでちょっとしか行ったことないです。ちょっとしか行ったことない。しかもなんか知らない人にめっちゃ話しかけられてすごいあの ビクビクしながらの初現場でした懐かしい。だ誰みたいなだ誰だって、もうあの16歳17歳ぐらいのあの若かりしおきぽ、懐かしい何か急にこう整理券もらいに並んでたら何か「はい」って言われて、知らない人になんか飲み物をもらって「え？」みたいな、「あげる？」みたいな言われて。みたいな、缶のジュースみたいなもらって、こんなことが あるんかって思ってびっくりしましたねこれが普通なのかなって思ったけど多分普通じゃないと思う。そう、皆さんあれですよ、あの女の子が一人でいてもそんなことしちゃダメですよフ見バレしてたのかな、どうなんだろう、わかんないな。こんばんは。女オタオタはアウト面白いね。確かに。イオン岡山なら話しかけた、ごめん。わかるかも。あれ違うかな。時を経て5年ぶりの。私オーディションに顔出してたからかな、だから話しかけられたのかな。そうかも目撃情報あったもん。そうなんだ。そんぐらいしかでも現場行ったことないですね。基本は在宅派でした。ニコ生でライブ見てたこんばんは。あっちちちち、気をつけてねみんな11時半だ、早い。推しがいるからそれどころじゃない忠実、それが一番いい推し活。ポコちゃん元気、ポコちゃん元気よ。今日いちご味のボールあげました。
そう、ハムスターに初めてのいちご味ボール、ハムスター用よ。今日はポコ太郎にいっぱいおやつを買って、アマプラで買ったんで届いてました。何でも食うやん。何でも食べるけど食べないやつもあるよ。何食べないかな、あの、なんて言うんだろう、チュール、ハムスター用のチュールは食べなかったですね。多分液体は食べ物と認識してないのかも。個体しか、せっかく買ったんですけどお役御免になりました。悲しい。動物って本当に買っても食べるやつ食べないやつありますから、結構リスキー。カヌレは多分食べさせたことないけど食べるんじゃない、個体だから。カヌレはね、私が食べたいからダメ。ひまわりの種は食べます。大好きなのはひまわりの種、はい、せーの。またカヌレの話。そうよ、俺もカヌレブームは永遠に。そう結構ね。こんばんはへけへけへけ。ウキポのカヌレの話永遠に聞ける。やばい、でも本当にね、毎日カヌレ食べてるって思われるから、ちょっとあの控えとこ控えとこ控えとこ。大竹ひたみちゃんがショールームしてる。今あるよね、 AKB さんがイベントやってますよね。めっちゃ長い長期間のイベント、大変。いや私 STU でさ、ショールームでさ、カップリングのイベント来たらもうやばいかも、やばいかもしれません。あのね、私がとてもとても惹かれるのが MV とかそういうのなんですよ。でもね、2週間も私配信できるか不安。あーせやせやせ。いやーすごいよね。しかもね、あのもう時間制限ついてるのがねきついんですよね。私はもう時間制限というものに一回も参加したことないから、わかんないと思うんですよね。その今まで避けてきたそのこの時間で星投げなんたらかんたら捨て星とかを計算しなきゃいけないやつ。ね、結構本当にたくさんの方が参加してますよね。うん、私もあの福岡聖奈さんに星投げしてます。朝とかピピ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 ピって。ファンが考えてくれる。いやもう無理よ、多分私のファンの人たちね、多分あの訓練されてないから。 STU は本当すごいんだから、そんなあの無の知識で立ち向かったらもう多分もうダメよ。私もう分かるもん無理だって。でももっとすごいあの界隈があるから絶対じゃあ多分絶対無理な気がする。慣れてなさすぎると思う すごいんだから STU すごいんだから。うん、あと私が全然理解できてない。うわー、ショールーム来たらちょっときついな。
今村氏とかも慣れてる。ミツさんってすごいよね。なんかめっちゃオールラウンダーじゃない。歌もダンスもできてショールームもできるって何事何事なん。そして顔も可愛い。マジですごすぎる。賢いしね、なんか全てにおいて完璧、完璧すぎる。字もうまいやばい足も速い腹筋もできる、何でもできる、やばいやばいやばいできやんね。すごすぎる。おきちゃんがみちさんに勝ってるところは瞬発力、あのギャグの私はみちさんに無茶ぶりされたらマジで瞬発でその無茶ぶりに応えれるけど、みちさんは一回止まって私のことを冷たい目で見てきます。瞬発力はないと思う。こんな目で見てくれそこはちょっと勝たせてもらおうか。冷たい目だけど口は笑ってるんだよね。でもやられてみたい。お話し会とかでやってみたらいいんじゃないですか。でも優しいかもね、ファンの人には。ファンの人には優しいかもね。めっちゃ頭の中でさ、あのアイライフさんのあの曲が頭から離れないですよ。めっちゃフリコーピー、めっちゃフリコーピーって TikTok でよく流れてくる。すごい頭から離れなくて、鼻歌でめっちゃ歌ってたらごめんね。こんばんは。10時40分、もうすぐ11時40分、もうすぐ終わっちゃうね。今日が土用の丑の日が。コンビニ行ったらなんか丑の日だからか分かんないけど、土用まんみたいなまんじゅう売ってました。何だったんでしょうあれは。土用まんじゅう。初知り情報だった。新潟かどっかのまんじゅうっぽかったんですけど、うなぎも売ってました。でも今日はちょっとうなぎの気分じゃなかった。普通にあんこのおまんじゅう、うなぎとかじゃなくて土曜まんだったかな、名前忘れた。土曜日に食べるしかないのかな、知らない。でもコンビニに置いてあったんですよね。だからその広島だけとかじゃないと思うんだけど、なんかあったんですよなんじゃこりゃと思って。初耳、私も初耳だったからやっぱそんなメジャーじゃないのかな。見てみて、ローソンとかに置いてあったから今度見てみてください。あーちちちちちち、クーラーつけてんぞ、聞いてへんな。ちょっと夏っぽい音鳴らそう。ああ心理的涼しくなる。
いい音。これってさ、風鈴のこれってさ、トライアングルと同じ素材なのかな。あ、音なんないわ。なんで吊るしたら音が鳴るんだろう、不思議。空洞だからね。ああ、え、そうなんだ、そういうこと。なるほどね。夏の音だわ。いい音でした。スズムシってこんな音だっけ。夜はセミが鳴かないんですよね。セミって寝るんだなって最近思いました。昼間めっちゃうるさいのに夜はセミの音がない。うちの実家が超田舎だったんでカエルの音がすごかったですね、夏の夜は。田んぼとかがあったから。広島じゃあんまり聞かないけど昼間は結構うるさいです。寝てるから鳴かないかな。昼はセミ、夜はカエルね、夏って感じ。ほうほうほほーって鳴く鳥もすごい。カッコーだっけ。こないだ山中湖行った時にすごいなんか超夏っていう感じの虫が鳴いてたんですけど、名前忘れちゃったし鳴き声も忘れちゃったんだけど、すごい僕の夏休みをめっちゃ思い出したんだよな。私夏休みは僕夏で架空の親戚の家行ってたから、北海道とか行ってましたよ。もう一回したいな、僕の夏休み。どんな鳴き声、ちょっと鳴き声忘れちゃったんですね。あんなにみんなと語り合ったのに、これめっちゃ夏の虫とか言ってたのに、なんだったかな、ちょっとあんま覚えてないや。なんだったかな、すごい気になり始めた。ゲームです、僕の夏休みっていうゲーム。キリギリス、キリギリスってどんな鳴き声だっけ。歌の方しか出てこない。俺たちゃキリギリス人、チュチュル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 チュ、チュ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 。そんなレイセイダダダダダダ。ギターありがとうございます。皆さん。夢でも見ようぜ。ミミズとか夜に鳴いてますよね。え、ミミズって鳴くんですか。ん、え、ミミズってあのミミズ。え気持ち悪い。そうなの、初耳。ミンミンなんとかとかじゃなくてミミズって鳴くの。なんて鳴くんだろう。え、気持ち悪い、怖い。キエーって泣いてそう。あれみたいな、触手みたいな、触手の鳴き声聞いたことないけど、キエーキュッキュ言うん、怖い。都市伝説なんですか。
夜の GG ってやつ。どれだろう、ちょっとわかんない、知らない間に聞いてるかもしれません。怖すぎる、気持ち悪い。私虫あんま好きじゃないんですよね。こんなに虫の話題振っといてなんだけど、音で聞く分とかにはいいんですけどし、別にね、あのこの世からいなくなるとまでは思ってないけど、なんかあんまり目の前には現れないでほしい。お互い見かけずに共存していきたい。怖怖いっすね。否定する気はないんだけど、今日ね、あの視界にはあまり入ってこないでほしい。この時期は猫ちゃんとかワンちゃんとかがセミを拾って家に持ってくることがありますね。気をつけてください、猫飼ってたりする人たち。よくツイッターとかで流れてきます。猫も、あのセミ持った猫が家の中入ってくるやつ、恐ろしいや。怖い怖い。そういえば8月は金曜ロードショーがありますね。見たいな、配信しながら見たいな。猫の恩返しだったっけ、耳をすませばだっけ、どっちか忘れちゃったんですよね。あとトトロと、あとなんだっけ、ラピュタか。3週連続、8月3週連続ジブリみたいな。ラピュタ、トトロ、猫の恩返し。あー猫の恩返しか。わ、耳を澄ませば見たかったな。なんかさ、耳を澄ませばなのか猫の恩返しなのか、ツイッター見てもね、なんかどっちもあって、どっちなんやって思いながら。実況配信どうしようかな、あんまり仕事が忙しくなかったらしたい。実写化ある、あれ、耳を澄ませば実写化するんでしたっけ。金色であんまやらない、耳を澄ませば確かにやらないよね。私超大好き、あんな天沢聖司君みたいな男の人がもうね、としずくちゃんのなんかあの声超好き。でもあんまなんか、私はめっちゃ天沢聖司君好きなんだけど、あんまなんか世間的にはすごい、なんか顔はかっこいいけど行動が気持ち悪いみたいな、すごいあのネットとかで言われてて、なんかあんまり受けが良くないっぽい女の子の。なんでっていいやんめっちゃって思うんだけどな。なんかあのしずくちゃん、主人公のしずくちゃんが読んだ本、あれ前だっけ後だっけ、毎回同じ本借りてくるみたいな、気づくまで。なんか私めっちゃそんなん超嬉しいとか思うけど、なんかあんまり良くないらしい。いいやんって思うけど、いいよね、どうなんだろう、計画的、いいやん、計画的に一途に思ってくれてんだったら。どうなんですかね、人それぞれ。うん、50分、もうちょっとしたら明日ですね。まあ見れたらちょっと実況したいなって思ってます。どうだろう、8月、8月も忙しそうだな。うん、明日日曜日ね、日曜日皆さん楽しんでいってください。楽しく、よろしくお願いします。今日東京から広島に来ました。いらっしゃい広島。お話し会楽しみ。私も楽しみ。一緒に話しましょう。ギフトありがとう。こんばんは、元気。
元気です、こんばんは。どうもどうも。明日は12時10分からお昼からです。楽しみですね。なんかちょっと久しぶりな感じがするし、今月1回しかないお話し会、もうない。次8月だ。1ヶ月ぶりで1回しかないから久しぶりなのか。楽しみにしております。バイオナソ、じゃあちょっと1ヶ月ぶりだから話題溜まってる気がする、なんやかんやね。7月少なかった。お話し会もう変えない、そっか、かなち。あ、そっか、5周年終わってるから皆さんぜひ5周年のこととか思い出したりとかしながらいろいろお話ししましょう。あとはまあフェスとか、何人ぐらいとお話しするの、何人ぐらいだろう。一部結構たくさんの方が毎回来てくださってます、ありがたいことに。うん、数えたことないから分かんないけど、いっぱい話しましょう。またね、でもそろそろ次のシングルとかが来るんじゃないかなと思うけど、まだ来ないのかね。一人何分ぐらい、平均、全然本当に挨拶だけの人とかいる、15秒だけの人とかもいるし、ちょっと話すって人は2分とか、いっぱい話すって人は7分とかくらいもいるし、本当に人によって。おう、じゃあ水飲んでますねこれお水飲んでる音ですねこれはって感じかな。グビグビしてます。そう、全然人によって全然違いますけども、まとめる人もいればループする人もいるって感じですかね。そんな感じでございます。明日いっぱいお話ししましょう。あんま気にしたことなかった、何人来るとか。数えたことないからな。数えてみましょうか。いや多分数えれないな忘れちゃいそうのお話し会に行きたいですか。あ、STU ですか。私お話し会、私メンバーの行ったことないんだよね。あかりんさんとかめっちゃメンバーの行ってるけど、お話し会、隣楽屋で、隣がお話し会場なんですけど、なんか人によってはめっちゃあかりんさんが楽屋でお話し会やってたら向こうからリアルタイムで聞こえてくるみたいなとかあるけど、誰としたいかな。くしゃみ出ちゃう失礼しました。普通に話せるからな。誰だろう。でもちょっとびっくりされるかも。パセリとか行ってみたいかも。あえてオンラインでこうお金を払って認証して話すっていうのがやっぱりなんかいいのかもしれません、普通に隣で話すとかよりもこの何も持ってないですかとか言われて、はい答えたい、大丈夫ですって、見せるものはありませんって言いたい、認証受けたい。
あかりんさんが認証を受けてるの見てたんですけど、私がちょっと髪の毛打っちゃったらなんか怒られてて申し訳なくなかった、あごめんなさいと思って、どんな感じなんだろうと思って認証画面受けてる時にチラッて見たらなんかダメですって言われて、あみたいなすいませんごめんなさいって吐けました、すぐにシュッてフフフ、怒られるメンバーも普通に厳しいんですよ結構、まあ、それを乗り換えたらね、それを乗り越えたら、まあ、ルール違反してなかったら怒られることはないですそうなんです、チラッて見たらダメだった、メンバーにも厳しいです、平等でございます。そろそろじゃあ壇上を読みたいと思います。13位から読みます。13位、笹福さん。12位、一下さん。10位、総龍さん、11位、総龍さん。10位、マッカさん。9位、タオさん。8位、トマトポさん。7位、カズノリさん。6位、シオさん。5位、トートーさん。4位、バンボシさんでした。13位から読むの皆さんありがとうございました。そして3位がコバチャさん、2位がジェリーさん、1位がトニトニチョッパーさんでした。3位から1位までの皆さんありがとうございました。というわけで今日はこんな感じで配信終わりたいと思います。ありがとうございました。わ、今日も一日お疲れ様でした。明日またよろしくお願いしますオンライン話し会、明日頑張ろう。カヌレ食べようか迷うな。私今日ね、カヌレの替え歌作ってた。もうカヌレ好きすぎて、カヌレ食べながら食べようかな迷うな。明日ね、おやすみ。どんな替え歌許してねうなぎよ、カヌレを食べたくてうなぎ虫って書いてそれと味カヌレバージョン一人でありがとうございました。バイバイ一人で